気持ちいいなこのクッション。僕がいつもね編集の時に使ってるクッションなんですけど、この月みたいなクロワッサンみたいな形してるやつをここ体にこうやって挟んで、デスクと自分の体の間に入れて、こんな感じでパソコン作業してます。これねめちゃめちゃコスパ良くて、本当はヨギボーのやつ買おうと思ったんですけど売り切れでなかったんで、 Amazon で似たようなやつ探したら4000ぐらいで購入できて結構気に入って使っております。よかったら概要欄にリンク貼っておくんで見てみてください。これねふかふかでめっちゃ気持ちいいんですよね。ということで皆さんつなげてますでしょうか。今回はですね動画のつなぎのお話をしていこうかなと思うんですけれども、少し前にですねカメラをこうビュンビュンって振ってビュンビュントランジションみたいなやつですとか、人がねカメラの前をこう横切ったり電柱とかでカメラをこう遮ってね、場所を場面転換するようなつなぎ、まあトランジションみたいなものが流行ったりしたんですけれども、クライアントワークとかの映像制作をするというふうに考えれば、そういったトランジションってまああまりね使うシーンは多く出てこないんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりトランジション場面つなぎっていうのはこう見ていてね違和感がなくナチュラルなものであればあるほどこう映像にね没入しやすいんじゃないかなっていうふうに思ってまして、今回は覚えておくだけでナチュラルで違和感のないつなぎができる、5つのね、つなぎをご紹介していきたいなと思います。それではまずは一つ目いきましょう。一つ目は同じアクションでつなぐということです。これどういうことかと言いますと、一番わかりやすいのはですね、岡崎体育さんのミュージックビデオっていうミュージックビデオがあるんですけれども、そこのサビのところがですね岡崎体育さんこう動いてるんですね。これ歌に合わせてクリエーションクリエーションクリエーション音楽とドゥン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 ヤンチャンチャンみたいなやつやってって、この動き岡崎体育さんはずっと同じことをやってるんですけど、場面がですねいろんなところにこう切り替わっていくんですね。こういった同じアクションでこうつなぐことで見ていて違和感のないこうつなぎトランジションができています。もう一つの例で言いますと、僕がね先日アップしたリフィルユアバブルの中でですね、モデルの子がスマートフォンをこう顎につけるシーンがあったんですよね。でそこは引きのこの動きからよりの顎につける同じようなアクションに切り替わるような演出をしています。これは結構ね映画とかでもよく見られるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、引きのアクションと寄りのアクション同じようなことをしてもらって場面をつなげていくというようなやり方になります。結構僕このやり方好きで、いろんなところでねリフィルユアバブルでもいろんなところで使ってるので、ちょっと探してみてもらえたらなっていうふうに思うんですけれども、このアクションつなぎはね知ってるだけで本当簡単にできるものだと思いますので、ぜひぜひやってみてください。このアクションつなぎは時間軸は合わせてあげた方がナチュラルに見えるんですけれども、例えばねこれちょっとダメな例なんですけれども、一度女性が立ち上がったんですけれども、次のカットではまた立ち上がるところから始まるというようなのは時間軸がねちょっと前後しちゃってるのであまりナチュラルに見えません。それでは2つ目いきましょう。2つ目は視線でつなぐです。まずはこちらをご覧ください。子供たちが階段でなんか喋ってるんですけれども、あ上になんか見つけたぞと見ると飛行機が飛んでるみたいな感じです。これは子供の視線を利用した場面転換ですよね。場面つなぎになっています。これもですね僕結構やることがあって、リフィルやバブルからちょっとまた引用しますけれども、下向いてなんか触ってるんですね、まあ、スマホいじってるんですけど、これ寄ってみるとその視線の先を見てみるとスマートフォンでインスタグラム見てるんですよね。こういった視線でつなぐっていうつなぎ方もあるかなっていうふうに思います。これもねかなりナチュラルにこう場面をね、変えられるつなぎの一つなんじゃないかなっていうふうに思います。では3つ目いきましょう。3つ目は形でつなぐです。これもよく見るんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、例えばコーヒーカップを俯瞰で撮っておいて、その丸いね形と同じものに次スイッチするとっていうようなつなぎになります。例えばこれ人物でも同じようなことができまして、横顔ねこう歩いているシーンを撮って女性から男性にこう場面を転換するっていうようなやり方もできるんじゃないかなっていうふうに思います。同じ形探すのね結構面白いんで、あこれとこれつながるかもしれないなっていうのを探してみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ベンティー系とかの動画でよく見るなってちょっと思い出したのが、あの時計の丸いやつ、外にあるちょっと大きめの丸いやつと、あとマンホールですね、マンホールの丸い形がつながったりするっていうの
なんかどっかであったような気がして、まあそういったね、同じ形でつなぐっていうの結構ね、シネマティック、Vlog 系の人とかも使ったりしますし、本当のシネマですよね。映画とかでもよく使われたりするのを見かけたりするので、ぜひぜひ同じ形見たら、あ、これとこれつながるかもしれないっていうふうに考えてみてください。では、4つ目いきましょう。4つ目は、同じ要素でつなぐということです。これはね、結構連想ゲームに近いんですけれども、例えば、スマートフォンをいじっている人っていう要素でつなぐっていうこともできますし、同じね、白っぽいドレスを着て歩いているっていう要素でつなぐこともできます。天気でつなぐっていうこともできますよね。例えば、風がめちゃめちゃ強い日で、木がね、風でめちゃめちゃ揺れているカットから、次、旗がすごい、こう、はためいているね、カットに切り替えるっていうのも、同じ要素のつなぎになるんじゃないかなっていうふうに思います。で、これね、また面白いところが、表情とか感情でもつなぐことができて、これもリフィル・ユア・バブルからまた引用するんですけれども、結構ね、つまんなそうな顔をしているカットから、つまんなそうな、こう、なんか、目のね、うつむき加減のところにカットをね、飛ばしたシーンがあって、これも退屈だなっていう感情をより強調させるための同じような感情の、つなぎになっています。こんな感じで、このね、要素つなぎは連想ゲームみたいな感じで、いろいろなつなぎができると思いますので、ぜひぜひやってみてください。それでは、5つ目いきましょう。最後ですね。5つ目は、インサートでつなぐです。これもね、結構やることが多くて、例えば、こう外で喋ってるとして、その外で喋っている、なんか周りにあるもの、木とか、オブジェとか、ベンチとか、そういうものをインサートとして一発入れて、別のカットに繋ぐっていうようなやり方もあるんじゃないかなっていうふうに思います。先日、ニコンさんのね、CP プラス出るときに、ドキュメンタリー撮影しました。で、ドキュメンタリーで、女の子がね、喋ってくれているんですけれども、そのね、喋っている内容に合わせて、インサートを入れて、また別のシーンに繋ぐっていうようなやり方も結構やりました。結構ね、このインサートつなぎっていうのをもう自然にね、やってる人も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、このインサートですね、素材がね、こう足りなくなっちゃって、あ、このインサート入れたかったなっていうこと結構ありますので、撮影に行くときはですね、このインサート多めに撮っておくといいんじゃないかなっていうふうに思ってます。これ使うかな、使わないかもなっていうようなやつでも一応撮っておく。で、多くて困ることってあんまりないんで、こう素材見返すの大変とか、データ容量大きくな、思う。多くなりすぎて大変っていうのはあるんですけれども、なくて大変になっちゃうことの方が多いので、思ったより3倍ぐらいね、インサート取っておくと、あ、結構なんかちょうどよかったなっていう風になることも多いので、多めにね、インサートを取っておくっていうのをお勧めしています。で、これ、リフィル・ユア・バブルでまた、お話しますけど、最後の方でですね、モデルの方に、こう、シャボン玉でこう遊んでもらってるシーンがあるんですけれども、その中で、一瞬だけですね、この乾燥機が回っているカット、インサートとして入れました。これは、まあ、つなぎの意味合いもあるんですけれども、ちゃんとコインランドリーで撮影してるんだよっていうのを、こう、視聴者の方にね、意識づけできるように、コインランドリーで最もイメージの強い機械が動いてるシーンっていうのをアップでね、入れてるんですね。こんな感じでインサート入れておくとですね、つなぎにもなりますし、視聴者の方に強いね、こうイメージ付けもすることもできますので、撮影に行く際にはインサートね、多めに撮っておいてください。この動画はロイヤリティフリー BGM 高校のオーディオストックの提供でお送りしました。ということで、今回はですね、カットのつなぎですね、これさえ覚えておけば、本当に覚えておくだけでこれね、できるつなぎばっかりだと思いますので、ぜひぜひ今回の動画をね、撮影の際に思い出して、インサートたくさん撮るとか、こんな感じのつなぎできるかな、同じ形ないかなみたいなやついろいろ探してみて、センスの良い動画作ってみてください。ということで、本日の動画以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ではまた、したっけね。